ちょ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 は？ちょ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 は？はい、どうもなおチャンネルへようこそ。ようこそ。しゅんちゃん大きくなった。今日は11月の5日。しゅんちゃんなんと9ヶ月おめでとう。それからつい最近8ヶ月の動画出したばっかだけどね、すくすく育ってます。で、今日はですね、8ヶ月の出来事をお伝えしたいと思います。で、ちらこう喜んでもシュンバワーシュンバワー。はい、ということで今回はいろいろ盛りだくさんでございます。まず、行動のね、成長といいますかね、動きなどの成長に関してですが、一つですね、捕まり立ちという点では、一回だけベッドでね、僕とお昼寝だって言って寝ようとしたら、急にベッドの上でスクッと立ち上がりまして、最初こう膝、僕の膝こう持って上がるような感じだと思ったら、ここら辺から途中で手離してスッて、一回だけ、2秒ぐらい。手を使わずに。2ぐらい。うん。手を使わずに、立ち上がったんですが、捕まり立ちは引き続きやってます。あと伝え歩きも欲しいものですね、こうやってちょ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 ってやって、ちょ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 ってやったら、という感じでですね、伝え歩きはちょびっとだけね、1、2歩歩いた程度で、多分歩いたうちに入んないんですけど、まあ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 、できるんだったよね。うん、できるんじゃないかと思われます。あとはですね、おいでって言うと、こうやって手を広げて、だこってだこってやるか、はいはいでおいでって言うと来るっていうのは可愛いよね。そうだね。しかもはいはいっていうか、もうズリバイなんだけど超速い。ほふく前進のズリバイみたいなね。あれ、お尻にコマちゃん。やっぱりここでお披露目ですか、コマちゃん。あとですね、一番大きい変化としてはプレイルームをね、まあ、子供のキッズスペースみたいな、1時間いくらみたいな、うんうん、まあ、ちょっと有料のものを使ったっていうのが新しい成長かな。うんうん、まだね、あの歩けないから公園で散歩とか、うん、広場で歩くってことできないからね。そうするとお家の中だけだとつまんないから、ちょっと刺激を。そうだね、多分家の中だと自分の世界だけで他の世界を知らないから、プレイルームに行くといろいろなね、子供がいるから、うん、ちょっと刺激をしっかり受けてくれるのはいいよね。うん、なんか楽器とか、うんうん、音楽ならピアノみたいなやつとかね、うん、興味示してる。ボールプールとかもね、味わったことない雰囲気で最初は慣れなかったり、うんうん、ちょっと嫌だったんだろうけど、うん、みたいな。あっちに鏡があるね。ちょっとね、鏡大好きだから、ね、すごい、楽しんでくれるようになりましたね。そうだね、うん、2回ちょっと行ってみたけどね。そう、ただちょっとこっちに移した滑り台、初めて滑り台を親子で滑ったらこんな感じで、はい、無表情、超無表情ね。そろそろご飯タイムなので一旦ご飯にしますか。はーい、じゃあご飯にしようかね。じゃあ一旦撮影を中断です。はい、ということで今ね、飲んでます。ちょっともう眠そうだったんでね、離乳食もちょびっと残したんですけど、離乳食の話を先にしちゃうと、5倍がゆ、うん、ね、粒にして潰さないでね、野菜も粒のまま、うん、サイコロよりちっちゃい、うん、あ、でプレイルームの話はね、うん、ひとまず刺激を受けるにはすごくいい機会というか、いや本当、まあ、他の 子たちの様子をすごい見てたりとか、うん、ね、なんか刺激受けていい学びをしてる気がするよね。うん、うん、今回、うん、1回だけじゃなくてさ、2回でなおくんと一緒に行ってもさ、うん、さらになんか学習能力が出てたような気がする。わかる。僕はね、
あの良かれと思って一緒にこうパワフルに遊んでね、お手本ではないけれども、まあ、こうやってやるんだよっていうのを実際にやってみせたりねしたい派なので、まあ、それを見て興味があるんだかないんだか分かんないけど、もう少しこうボールプールも抵抗がなくなってくれたかなっていうのはあったね。うん、その頃はやっぱりなんか今のしゅんちゃんの場合だと何でも口にするっていうのが結構際立ってたけど、うん、そのボールプールのボールに対しても、うん、おもちゃの積み木とかもね、そうそうそう、何でもこうすぐもう口から手というか口からこうあーって言ってねやってたけれども、最近はそのなんだろう6ヶ月7ヶ月時代に比べると床とかもその舐めるぐらい舐めてたよね、うん、だったけど今はもうあのジョイントマットの端っこのさ、うん、あのギザギザをさあの整える棒とかもさ、うん、剥いでさ舐め舐めしてたけど、うん、今はその床のジョイントマットも舐めずにねただ座ってハイハイするだけだから、うん、剥がすこともしなくなったから、そのおかげかもね、その遊びで手で掴むとかさ、うん、音を鳴らすとかさ、そっちにちょっと興味がいくなったのかなって勝手に思ったけど、なんかおもちゃの方に興味を持ち出したかな、うん、あと人、うん、他の赤ちゃんたち、うん、ね、0歳から1、2歳にこれちょっと画像ではあるんですけど、そのナミちゃんのお友達の赤ちゃんと一緒に遊んで、ちょっとお姉さんなんだけど、まあその子は映せないんですけど、同じ学年だけど、うん、8ヶ月先輩の子とかに、全然お姉さんだけど、今の月齢だと違うけど、その子と遊んで、なんかその木琴みたいなやつその子遊んでて、しゅんちゃんがあの 僕もって感じでその棒を取ろうとしたけど取れなくて、それでカンカンカンってやってびっくりしてちょっと不満な顔うーんってね、僕のパンじゃないのちょっとふてくされ顔の画像ちょびっとだけ載せますけど、めっちゃ大きい、この顔いいですよね、うん、ナイス表情とか今までなかったよね、他人に興味示すなんて嫌だったんだねって。で、あとそうだ、食事はさっき粒のね離乳食見せたけれども、ヨーグルトをね、私ずっともう5年間ぐらい手作りのヨーグルトを食べてるんですけど、うん、R1 ねヨーグルトメーカーで、そうヨーグルトメーカーで作ってて、我が子にもね、我が子にも、ね、食べさせたらやっぱちょっと酸っぱいのか、うーんって顔して、なんかだいたい初めての食べ物とか、うん、飲み物とか初めてウェッっていうの2回顔するけど、3回やれば慣れるけど、ヨーグルトはそこまででもないよね。まあ、ちょっと何回か練習をしていこうと思います。ピーポーピーポーピーポーピーピーちゃん寝ましたよーピーちゃん寝たよーっていう感じで、僕も眠くなるんですねはい、粒ね、これでちょっとね、お、こんな感じです。あー、こぼれちゃう。うちらの場合あれだもんね、あの鶏肉とか魚とかタンパク質だっけ、うん、それをちょっと面倒くさいから市販の、 あの和光堂とかに出てるやつをちょっと取り入れながら、うん、他はあのちゃんとやるようにしまーす、はい、茹でて切ってとかね、うんうん、野菜とね、おかゆはナミちゃんがせっせといつも頑張って作ってくれてて、肉類はそういったものを頼ってね、簡単に。でそろそろちょっとハワイとかで買ったアメリカのオートミールをちょっと挑戦したいのと、うん、あとその赤ちゃん本舗で買ったうどん、富士急うどんだったっけな、うん、あれをちょっと試してみようかなって今月思います。ちょっとうどんいいなと思ったけど、茹でるのになんか10分ぐらいかかるから、ちょっと躊躇して他の市販のやつに比べたらちょっとめんどくさいなって。これがね、ハワイで買ったオートミールね、挑戦したいみたい。うん、ミルクと混ぜるタイプでチンするだけです。なんかミネラルだっけ、なんか鉄分かなんか分かんないけど、うんうん、いいっていうか、まあ、ひじきはね、言わずもがな栄養が高いからね、これもね、うん、ひじきうどん、まあ、いっぱい作ってね、なんかこうタッパに入れたりして
取っておいて必要な分だけ取るっていうのもいいかもしれないね。なるほど、うん、花粉はやばいですよね。早めに聞くか。まだ言ってた。まああまりにも7ヶ月が濃厚すぎて8ヶ月が薄く感じたんですけど、まあでも着実に成長はしているし、うん、ちょっと可愛くなってきてる。そうだね。なんか個性というか、うん、表現できるようになってきたもんね、本当に、うん、感情も出せるし、うん、うん、本当に、うん、この1ヶ月で大きく人格が少しできてきてる、うん、これからは保育園とかいろいろ申請しなきゃいけないとかね、ありますし、うん、まあ、これといってって感じはあるけど、もっといろいろ経験をあのいろんな場所に連れてったりしてね、させてあげたいなと、うん、覚えてる覚えてない別として、この前だね、コスモス畑だったもんね。そう、この間コスモス畑に行きあの、あけぼの山ってレジャーシートの動画を出したんですけど、そこであの季節のお花があるんで、今回コスモスね見に行って摘んだけど、すぐ枯れちゃったからちょっと寂しかったんですけど、また冬クリスマス近づいたら見に行ったりね、あの次はもみじ狩りをしたいと思いますので、うん、まあ、この動画もまたすぐ出せてるかわかんないんですけどそう、キリンさんにねお届けしたいと思います。はい、花粉症の症状は今ひどくなっておりますが、皆さんも花粉症の方、あのぜひお薬はね、飲んでください。どういう締め方。ということで今回はしゅんちゃん9ヶ月記念の、8ヶ月の振り返りをさせていただきました。引き続きご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いいたします。お願いします。もうちょっとで1歳ですね。早いね。はい、じゃあそれではまた。バイバイ。行きまーす。